なんだから だいたい何って決めない。待ち待って、ええー、何よカットする、何何何、せーの、宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。もこです。ちかこです。あー、やっついですね。暑いね。梅雨明けしたのかな、うんうん、ねえ、見たみたいとね。はいはい、ねえ、はい、今日は何の話する。まあでもいろんなとこからこうすごいいいお話が、うん、というか私たちが動かないといけないお話がいっぱい来ていただいてね。はい、本当にねびっくりですよ。うん、なんか全国ツアーなの協力者これ。そうそうそう、そうなんですよね。うん、でね、だから沖縄とかもなんか決まりつつあるんですけども、うん、はい、ちょっとね、うん、北海道にも行きたいと思ってて、うん、で北海道でどこか場所、うん、もし探してくださる方がいらっしゃったら、はい、札幌あたりがいいかなと思ってるんですけども。うん、よかったらあのね、ちょっと教えてメールください、教えてください。ちょっと土地勘がないんで、うん、どうやってね探したらいいかな。そう、北海道にちょっとねライブとかやりたいよね。今年中にね、今年中にね。そう、雪が降る前ぐらい、あんまり寒くない時が寒いのやだ。本当3年間ぐらいかけてやることを多分3ヶ月ぐらいでやらないといけない状況になってるから、すごい詰め詰めですよね。詰め詰めてどうなるんだろうね。だって1ヶ月間で5件、5、6件回るよね。そうすごいわ。何かにせかされてる。なんか何なんだろうね、う動かないといけない状況なんだろうね。まあこの間さ、湊川神社で、あの動く時が来たぞって言われてますね。そう、面白くなるぞ、わおはは言われたし。だからもう、なんかナスがママみたいな感じ。とにかく家のこととかできないし。本当ね、全然しないんじゃないの。ほぼできません。ね、まあ、ももちゃんやってね。最小限に、最小限だよね。はいはい、そうなんですよ。ねえ、うん、かずこさんなんか仕事辞めたよね。いや、まだ。そう、8月いっぱいで、ちょっと、ね、うん、いや、前からそんなに行ってるわけじゃないんですよ。うん、ちょこちょこ行ってるやつをね、ちょっとスパンと、8月でね、辞めないともう無理ですから。時間なくなっちゃう。なくなっちゃう。それも好きで行ってたんですけど、ちょっとやっぱり変わる時ですね。そうだよ、変わるね。今日は、7月26日でしょ。今日から、あのライオンズゲートが開くんです。今日からなんだ。そうなの。何それ、初めて聞いた。ライオンズゲートっていうのがまああって、それが今日から開いて、ライオン、そうで8月8日ね、に一番ピークになるんだって。そして、8月12日に閉じるんですけど、やっぱりその1年のうちで光がすごい、もう一番最大限に降り注ぐ、目覚めの光よね。目覚めの光よね。へえ、そうなの。だから、そうなの、やばいの。やばいっていうのが、だから自分らしく正直に生きてる人はどんどん応援の光が入るし、その逆の人はどんどん大変になるよ。だって、そうなの。ライオンズっていうことは獅子座のなんかってこと？獅子座のなんかライオンズゲート、また違う気がするんだけどな。
とにかくまあエネルギーがより一層こう降ってくる、うんうん、まさに今日からですよ、うんうん、だから本当今年になってからなんかこういうことに気づいたとか目覚めたとかいう人がすごい増えてるけど、うん、ますますってことでしょ、そう、うんうん、でやっぱそれ気づいたけど行動できてない人って結構いると思うよ、うんうんうんね、どうやって変えたらいいのかっていうところが、うん、まだその、うん、自分の日常生活に当てはめてっていうのが、うんうん、どこみたいなあるよね、うんうん、どうしてもそのやっぱり今までの概念に縛られてるから、いやここはできないよねとか、うん、そこをちょっとクリアしていかないことには、うん、そうなんよ、そうなんよ、超えられないんよこれからは、そうなのよ、うんうんうん、やっぱりどこかでえいって思い切って、うんうん、飛び込んじゃうっていうことをしないと、うん、いつまでもね、うん、あのこうやってやってても、そう、ね、そう、こういう状態の人多いよね、本当いいよって、そうでしょ。はよくわかるけど自分のこととなると、うん、なんかよくわからなくなる気持ちわかるんよな、うん、そうよね、結構人にはポン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 ももちゃん言うけど、うん、いざ自分のことあーとかってやってもね、そんなもんです、そんなもんですよね確かにわかるわかる、うん、おー、そうなのよ、だからなんかね、そう今目の前にあるその出来事というか問題があるとしたら、うん、それが、うん、あの気づきの一番のポイントだということなので、うんうん、そこを無視して、ね、行こうとしても、うん、やっぱり違う方向行っちゃうので、うんね、いずれそこと向き合わないといけないことが出てくるので、うん、もうどんどん解決していっちゃった方が早いですよ、うん、っていうかそれを物事を解決するんじゃないよ、うん、自分の中をよ、うん、解決する、うんうん、そう、ね、そうそう、いつも言ってるけど、うん、自分の内面が映し出されてるだけだから、うん、そうなんよ、だからちゃんと自分の方向を見て、うん、絶対解決方法あるので、そうなの、うん、なんかこっちばっかり見てるから解決方法がなく見えるんだよ、逆に、うん、うん、そう、なんだってなるから、うん、こっち見るとそう全部自分じゃなんかもうそういう癖にしていかんと、そう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 、なかなか気づかんの、うん、今までずっともうこっちのせいだったからね、そうそうそう、やったからこっちをどうにかしようどうにかしようだったけども、うん、あってなったら、うん、あってなるそう、一回入るけどあってね、あそうそうそう引くっていう、ちょっと待てよっていう感じでね、うん、そういう癖をつけるといいかな、うん、最初、そう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 、そうなんですよね、やっぱり頭で考えるのが多い人は、うん、なんかその止めちゃう、うんうん、行動を止めるんよ、そう、うん、そうだよね、やってみて初めて分かるのに、うん、そのやってみることができなくなっちゃう人は、うん、多分思考が働きすぎ、うんうん、あれしたい、いや待てよ、うん、お金がこれだけかかるとか、うん、あの人に何か、そうそうそう、周りを考えちゃう、うん、だから周りを考えてやめちゃうはイコール思考だから、うんうん、そうなのよ、うんうん、そう、自分軸で生きるって、うん、いわゆる常に自分で思ったことをやる、うん、人にどうのって指示されたりさ、状況を考えるんじゃなくて、うん、自分が素直に思ったことをやる、うん、これしかないじゃん、そう、やりたいからやる、そうそうやりたくないからやらない、うん、そう、シンプルなんですけどね、うんうん、まあそのね、ずっと地球人をやってきたので、うん、思考癖っていうのはね、うん、あると思うんですよ、みんなね、うん、一回ちょっと計算してから、うん、いけるかいけないか、そうなんだよ、判断するみたいな、そう、だから仕事を辞める辞めないも、うん、やっぱり本当は辞めたいけど、うん、今辞めちゃったらとか、うん、やっぱ思考が出てくるからね、いろいろ考えちゃうんですよ、今やめて新しいところを見つけてからの方がいいんじゃないかとか、うん、今やめたらこのプロジェクトはどうなるんだとか、うんうんうん、いや
上司に何て言われるだろうかとか、うん、すごいいろいろね、こう辞めない言い訳をちょっと考えちゃうんですね、辞め、自分が辞めない方向の、なんかさ、もったいない人いっぱいいるんだよ。だからさ、職、同じような職場を転職すれば、その、そういうところでやってきた技術とかさ、経験があるからさ、全然いけるはずなのに、なんかここ辞めちゃったらもうないんじゃないかみたいな、なんか錯覚じゃないかっていう思い込みがあるっていうかさ、なんか最悪の事態を考えてしまうっていう人結構多いと思うんですけど、最悪の事態を考えるからそうなっちゃうだけで、最高の事態最高の事態を考えるんですよ。そうないよね、なんかだって思ったようになるんだから、そうだな、最悪になりたいんか、手抜け取られる、洗脳だよ、そうだよ、最悪の事態を考えて起きなさいってこう、ね、言われた、完全に洗脳、そういうことあるもんね、結構ブラックマジックです、古い地球のそのやつだから、それでなんかね、植え込まれてるよね、最高の事態なんで考えても動かないの、そう言ってくれた人はいなかったな。そうなんだよね、いなかった、それを考えておかしいよね、おかしい、そうだよ、おかしい、やっぱでも眠りのあれだよね、眠りのあれだよね、洗脳されてましたよね、そうです、そうだよ、だってね、私たちの最高の事態しか考えてないよ、そうですね、そうなっていくから自然と、そうなっていく、いくらでもね、自分で作れます、もうこの時代、そう、もったいない、本当もったいないよ、本当に、だからそうやってあの、今のこの現状でも最高の事態を考えて動いてるから、結構地球生活楽しいじゃんって、そうそうなのよ。そうそう、でも地獄の星ってね、言われてるよな、それでも楽しめるよ、めっちゃ楽しいもん、全然楽しめる、地獄の星でも楽しめるんだね、いや、もうだんだんだって地球自体も上がってるから、だからそういう地獄のあれ楽しみをしたい人はもうすればいいし、抜けたい人は抜けれるんだから、いいのいいの、抜けちゃえ、ね、なんでみんな好き子なんで地獄の星に来たんだろうね、怖いもの見たさなのかな、そうだよ、お化け屋敷入りたわりたわりたわりって、そう考えたら納得いくわ、ジェットコースター乗りたいだから、そうだよ、すぐ乗りたいって言っちゃうんだよ、地球味わいたい、そうだよってなったんだろうね、そうなったね、確かにほら、温泉も3日で飽きるとか言うじゃん、だからずっとそういう状態が続いてたら、ちょっとなんか刺激が欲しいってなるんよみんなそう、だって私とちかちゃんだってワンダラーだからね、あっちこっちのそんな星にさ、わざわざさサポートに行かなくてもいいのにさ行くわけじゃん好き好んでさ、いろいろ刺激が欲しいんだよね、そうな、やりたい、そう、ね、刺激好きじゃない、好きなんだね、結局じっとしとらんもんな全然じっとしとらん、ほんと、そう、私はなんかね、こう両方欲しいんですよ、じっとする時間も欲しいし、バーッとこう行く時間も欲しいし、でも私もそうよ、いや意外、ちかちゃんが一番上手じっとできん人、じっとできん人、B 型わかんないけどねそういう思い込みはわかんないけど B 型なんですって、初めて知った今、あ、そう、何があった、A、あ、そうなん、 A、 ちゃんは A、 B 型の人ってほらアクティブって言うけどね、まあ気質がね、結構あの体力があるよね、止まってる時あるの、ないかな、マグロみたいな、カツオずっと泳いで止まったら死ぬっていう人、いや、ね、本当にすごいよね、止まらないの、ずっと動いてるな、多分、だからね、たまにね、あの高熱出すんだけどでも1日で終わる、そうなんや1日で復活する、だいたい動いてる方がいいんでしょうね、あずもさんは
じっとしてる時もある。あの割とそう、じっとゆっくり好きだし、うん、あ、そうなの、そう、かわいい。そう、なんかちかちゃんといると引っ張られるから私こんな動く人じゃないんだけどっていう感じなんよ今そうなの、本当そうなの、そうなの。いや昔からなんか、なんか動く行ったりとかさ、あ、そう、だからそういうのは好きかもしれないけど、うん、もうあっち行ったりこっち行ったり飛び回るっていうわけでもないよ。あ、そうなの。そうよ、アクティブ系かと思ってた。で大きいことたまにポンってやるけどでも落ち着いて一人でするのも好きだから。私はもう完全にインドア系なんです。家が好きみたいな一番いいわみたいな、なんだけど、この人たちといるとってなっちゃったの。はい、行きます、行きます、はい、行きます。そうだよね、最近そうなったの、わかりましたっていう感じだね。すごいな、取り出されてるな。面白いよね。面白いですけど、まあね、それがね、なんか自分の中でいい刺激になったりしてるので、バランスいいのかもしれない。そうだね、3人のバランスそうそう、だからはっきりね、ももちゃんもね、言うよ、あの何日に集まろうよって言った時に、いや、その日は私一人でいたいからやめてとかね、言うのね、ゆっくりしたいから、そう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 すごい、いい、いいことだね、それ。ゆっくりしないと私ダメなんです。オッケーオッケー。もうなんか心が疲れちゃう、だからそこをなんか私たちに遠慮して断らずにそこまでやっちゃうっていうのは違うからね。まあでも昔の自分だったらやってたかもしれない。皆さんそういう人まだだからいっぱいいる。いや、いっぱいいる。断るのがね、ちょっと勇気がいったりするけども、けどもいいんです、いいんです、自分に優しくしてくださいよ、自分を第一にしましょう。そうそう、いいの、いいの。断ったってな、別に全然って終わり、そうよ、そうよ、またまた、またじゃあそっちが日にしようで終わるから、そうそう、それだけ残る。そうそうです。あ、なんだ、あ、全然いいじゃんっていう感じになると思います。そうなの、そうなの、そう、考えない、考えない、考えちゃうね。断ったらまた、もう誘われなくなったらどうしようみたいな思ってたもんね。うん、そっか、そうなったらそうなったんだよ。うん、まあ、そういうだけのつながりの人だったってことよ。そうそうです、です。じゃあ、ね、ライオンゲートでしたっけ、はい、あ、そうそうそう、ほんと皆さん自分に正直にね、そうですよ、この期間に、じゃあ そういうことをね、思い切ってやっていけば、そうだよ、やりやすいというか、ね、うん、流れに乗りやすいですよ。うん、はい、行きましょう。はい、はい、はい、ではごきげんよう。